今日報道陣の取材に応じた松江市の上定明人市長。今からのプロジェクトの変更ということで、今の計画からの変更というのは一切考えていないということでございましたので、事業者との交渉の結果、高さの引き下げは難しいとの認識を示しました。現在松江城の近くでは天守閣より高いマンションが建設されていて、景観を損ねると一部の住民団体が建設に反対しています。建設については松江市景観審議会で承認されていますが、上定市長は今年3月から事業者にマンションの高さを下げるよう交渉していました。昨日大阪市内で事業者である京阪電鉄不動産と5度目の交渉をした上定市長。いわゆる交渉のハードルというのが全く折り合えていないという状況は認識したところですので、結果としてはその望みがなかなか満たせなかったというのが今現状の結果ですね。松江市は市議会の9月定例会で、一定の基準を超える建築には市と事前に協議するよう条例改正を行っていて、今後は松江城周辺の高層建築に歯止めをかけたいとしています。